なんとタダでアイスが食べ放題なんですよ。やばくないですか？だって笑って旅をして。いただきます。なんかもう見るからにコシがありそう。すごいね、手打ち感。コシーって感じ。どういうこと？弾力が全然違う。初めてこんなコシあるの食べた。あ、そうなんや、すごい。いいね、これは。なんていうの、甘い、甘い、甘いお肉です。よき。見てくれたよ。黒いね。めっちゃ黒い。初めて見た、このうどい、うどいクロン。うどいクロン。黒いうどん。竹炭？竹炭？竹炭の黒さらし。たまになんか歯ブラシ、歯磨き粉とかある。あ、はいはいはい、はい、あれか。いただきます。全然美味しいもんやね。本当？うん。ちょっと違うの。竹炭の感じ？うんうん、ない。あ、色が違うだけなのか。でも普通にうどんとして美味しいから、見た目もインパクトがあるから面白い。ねえ、面白いよね。インパクトで来たもんね、ここ。インパクトで来ました。インパクトで選んだね。すごい尻がれ YouTuber。 あれ、手動だった。うどんとかと似てるじゃないですか、うんうん、うどんとかそうめんとか、うんうん、違いは麺をこねるときに食塩を使っていないのか。そうめん、何が変わるの？食塩を使ってないことによって、そのなんか、ね、食塩を使ってないんですよ。それ以上のことは調べなかったな。これだけ言ったらいいかなと思ったら、なんか深まってきたから。俺はもうないよ、ね。はい、どうぞ。我らが愛知の味噌煮込みうどん、あれをもうちょっと優しくした感じ。袋の味を超えた優しさ。あ、祖母の味、おばばの味。うまい。麺がもちもちっていうよりも、ね、もちもちしてる感じ。もち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 してる。はみゃってことですよ。そうか、とりあえずとりあえずみゃ、とりあえずみゃ。こいつ眠いから人になってる。来ちゃいましたよ。どこだここは。来ちゃいましたよ。お、なんだなんだ。シャトレーゼ工場です。おー。シャトレーゼってあのシャトレーゼか。そうです、あのシャトレーゼです。幼き頃からお世話になる。なる、大丈夫か。ここは工場見学ができて、はい、予約制になるんだけど、うん、2ヶ月前から予約受けたまってくれるんですね。ほうほう。なんと昨日の夜、うん、受けてくれました。結構人気ないんか。でしかもですね、ここ工場見学もただなんですけど。なんだこいつ。なんとただでアイスが食べ放題なんですよ。やばくないですか。やばいっすね先輩。やばくないっすか。アイス食べ放題はいいね。そうなんですよ。アイス食べ放題素晴らしい。ただなんと動画 NG になっています。チームは機械とか打ちなければ OK です。なるほど。じゃあ完全にこれはもう我々が食べたいだけ。鶏もつだって。めっちゃ美味しそう。な、珍しくない？なんかレバーっぽいね、うん、見た目は。いただきます。はい、お願いします。おお、なんか
モツというよりはもうレバーに近い。キモキモって感じ。そうなんだ。おいしい？おいしい。何一瞬止まったの？じゃん。上品なカツ丼やな。まあそうですね。なんか上品。お、ソースで。よだれが。よだれが。いただきます。いい匂いする。あ早く言え。いい音。ジュワって。うん、ジューシー、めっちゃジューシー。柔らかい。サクッとした食感。うん、最高です。久しぶりにこんな美味しいカツ丼食べた。本当に、うん、そんなに全然違う。マジ、うん、くれくれさい。ください。やだ。うまっ。